どうも、シュンズ TV です。スターツアーズと、ニモ&フレンズシーライダーって結構いろんなパターンがあるじゃないですか。今日は僕の好きなパターンがあるんで、ちょっとそれを語らせてもらいたいなと思います。まず、スターツアーズですね。これの僕の好きなパターンは、まず一番最初、ダース・ベイダーと、あとスキャンするパターンがあるじゃないですか。僕はもうスキャンの方が好きなんですよ。なんかこうピトってくっついて赤いレーザーでビーってやるじゃないですか。あれがすごく好きなのと、あとはこのピトってやつがこうなかなか剥がれないところがもうすごい好きなんですよ。なのでまずは、スキャンのパターンが好きで、その次が雪山のパターンが好きです。山じゃないか、雪のところのパターンが好きです。あそこの好きなところは、なんか全員体を後ろに反らしてっていうところがすごく好きなんですよ。ちょっとすいません、マニアックな話ですけども。でその次に通信が入るじゃないですか。その通信は、ヨーダが一番好きですね。まあなんかスターウォーズっぽい、スターツアーズっぽいので、ヨーダが一番好きです。で、最後は、あれですね、ガラスにパリーンって終わるところがあるじゃないですか。海の中に行くところです。なんか変な生命体反応があって、なんか変な生き物にガバーって食われて、こんな横に振られるやつ、まああれが一番好きですね。なので、まあまとめると、スキャン、雪、そしてヨーダの通信で、最後ガラスバリーン、このパターンが僕のスターツアーズの一番好きなパターンです。そして、ニューモ&フレンズシーライダーの一番好きなパターンは、最初かくれんぼして、でその後、クラッシュと海流下りですね。あれクラッシュと、スクワットのところがありますね。僕はクラッシュのところが好きで、で、あとは、ラッコと、鬼ごっこのやつで、そして、ダーラが出てくるやつ。ダーラがシーラを持って、お魚だーっていうあのシーンですね。で、最後ハンクが助けてくれて、で、その後、ベッキーに連れられて家に帰るところ。で、最後、まあ、キャラクターが話しかけてくれますけども、そのキャラクターはハンクが一番好きです。ニモ&フレンズシーライダーはそのパターンが一番好きです。ちょっとすいません、めちゃくちゃマニアックな話ですけども、スターツアーズとニモ&フレンズシーライダーの好きなパターンを語らせてもらいました。ではまたお会いしましょう。さよなら。